はい、こんにちは、翔太です。今日ラジオ動画なんですけど、昨日ね、ポケモンユナイトの公式 YouTube のポケモン公式チャンネルでポケモンユナイトの公式トレーラーみたいなのがアップロードされてて、見てうわーってなってたんでね、ちょっとそれについて、まあ、いろいろね話していこうと思ってるんですけど、多分このゲーム派遣ゲーになるよね、明らかに。公式トレーラーとかその辺のちょっと URL はね、概要欄に貼っておくんで、ぜひちょっとまだ見てない人は、まあ、見てみてほしいんですけど、非常にワクワク感ある面白そうなね感じでしたね。で、まあ、どうして僕がこれ派遣ゲーになるかなって思ってるかっていうと、まあ、一番は多分スマートフォン版があること。一応ね、配信のスケジュールなんだけど、任天堂スイッチ版が今年の7月に配信予定で、スマートフォン版が9月、まあスイッチが先にスタートして後からスマホでもできるようになるっていう、まあ、スケジュールにはなってるんだけど、スマホ版があるっても多分ねえぐいと思うんだよね。まあどうなんだろう、そのゲーム性っていうか、やりやすさみたいな、その操作性か、そういうのがどれだけ保証されてるかってのは分かんないけど、まあスマートフォン版があるゲームってシンプルにそのマーケットがやっぱりバカでかい。今だってみんな持ってんじゃん、普通に1人1台が当たり前みたいな感じだから。スマートフォン版があると、あとその別にポケモンまず知ってるけど、別にスイッチ買ってじゃあソードシールドやるほどじゃないよみたいなノリの人が、まあ、スマホで基本プレイ無料だから、ちょっとやってみるかみたいな感じで、まあ、やる人とかもいると思うんだよね。そういうのを考えると、その、まあ、マーケットのデカさ的に、まあ、多分少なくとも YouTube では、派遣ゲーの一つに絶対になる。もう、そう思ってます、僕は。で、まあ、プレイ動画っていうか、その、まあ、公式トレーラーのその、なんていうんだろう、実際にゲームこんな感じで進んでいくよみたいなのを見てきたんだけど、まあ、雰囲気はほぼ、本当に、リーグオブレジェンドって感じだったね。リーグオブレジェンドを、知らない人のために説明しておくと、まあ、世界で一番の e スポーツかな、雰囲気的には e スポーツの中と、まあ、世界で一番、まあ、競技人口だったり、まあ、YouTube だとあんまり見かけないかもしれないけど、 Twitch とかで配信とかね、同時視聴人数がやっぱり桁外れだから、まあ、ゲーム性はほぼそれに近い感じ。どんな感じかって、まあ、トレーラー見てほしいんだけど、まあ、ざっくり言うと5対5で、5対5のチーム戦で上から見下ろし画面みたいな感じの操作感で、まあ、そのモブキャラとかって言われるモブを倒しつつ敵のポケモン倒したりして、まあ、自分のポケモン強く、自分のポケモンっていうか自分がポケモンなんかな、わからんけどポケモン強くしてってっていう感じで、まあその戦っていく。それで多分だけど、その、まあ、進化もあるんだよね、そのレベルで。で多分だけど、進化が遅いやつほど終盤多分進化したら一気にそいつでまくれるとか、なんかそういう多分ポケモンによって特徴がある、その成長速度みたいなノリの特徴が出るから、そこら辺がね結構面白いんじゃないかなっていう風に思ってますね。僕結構これ楽しみっていうか、まあ、ケンタでちょっと今飽きてきてる部分がないと言ったら嘘になるから、ちょっとこうなんて言うんだろう、まあ、新しい風を吹き込むじゃないけど、そういうノリでね、これはちょっとぜひやっていきたいなって。まあ、ただポケモンケンタでは当然続けていくと思うので、そっちもね、まあそこは安心してほしいんですけど、多分ポケモンユナイト、まあ多分これ出たら配信もしたいし、まあ、動画もやりたいね。まあ多分ゲームのカテゴリっていうか、ジャンルっていうか、そのマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナっていう、まあゲームジャンルにカテゴライズされるノリだと思うんだけど、そのジャンルって、まあ、僕のイメージだと、まあロールは日本人が少ないっていうか外人さんが多いノリだから、まあ多分スイッチとかの方が主流かなっていうのあると思うんだけど、 YouTube の動画もまあそこそこあったはずで、まあまあ再生もされててっていう、まあ土壌があって、まあ、ゲーム性的には配信は全然いけるっていうか、もうドンと来いっていう感じのノリで、まあ、多分動画も、まあ、ポケモンっていうジャンルっていうかコンテンツっていうか、それである以上そのキャラパワーがやっぱえぐいから、まあ、何やっても基本的には多分そんな失敗しないと思うんだよね、ポケモンっていうジャンルである限りは。ただそこでまあどれだけゲーム性が面白いかにはよると思うけど、まあ、多分動画も結構ご利用せるんじゃない。そんで公式のトレーラー見てた感じ、かなり e スポーツに寄せたなっていう気がしたね。2個ね公式トレーラーがあって、1個がまあその本当に PV みたいな感じで、もう1個の方が5分でわかるとかって書いてあって、ちょっとこう、まあ、こんなゲームですよっていう解説をしてるんだけど、それの雰囲気だったり、その映像の雰囲気だったり、その映像内の、まあ、解説っていうか話し方っていうか的に、まあ、かなり e スポーツ色を盛り込んでくるんだろうなっていう雰囲気があって、
多分これはゲーフリが作ってんのかな。あ、テンセントゲームズか。テンセントゲームズっていう中国のフォートナイトとかの会社だよね、確か。テンセントゲームズって、まあ、結構まあ今旬な会社の一つだと思うんだけど、まあ、多分派遣を取りに来たよね、ガチで。ガチで派遣を取りに来てると思う。で、ポケモンっていう、まあ、あとは僕は、そのジャンルが、コンテンツが盛り上が、全体として盛り上がってくれるとね、すごく、今以上に、今もう普通に結構、ね、やっぱり動画の再生数だったり、ポケモン単体でまあ、動画アップして飯食えてる人がいる以上、それなりの規模感っていうか盛り上がりを今、現状あると思うんだけど、まあ、もうちょっとね、もうさらにパワーをつけていくっていうか、ガチで派遣取りに来たよね、これね。ゲーム性的には、その、まあ、リーグオブレジェンドっていう、まあ、ほぼ、まあ、世界一っていうか、まあ、そのリーグオブレジェンドを、それをベースにしたゲーム性で、まあ、なおかつ、キャラクターはポケモンっていうところで、派遣を取る要素をなんか、本当に兼ね備えてるし、e スポーツ感を出してきてるし、なポッケンとかもフロゲーマーとかいたりするんだっけ？そのノリになるんじゃないか。ただそれより多分、もうちょいエグいパワーつけてきてもおかしくないとは思うんだよね。だからすごい、まあ、楽しみですね。まあ、これの動画を、まあ、7月配信予定だから来月でしょ？待って、今月もうちょいで終わりだから、来月のまあ何日になるのかわかんないけど、おそらく1ヶ月、どんなに長くても1ヶ月ちょっとぐらいで出るわけじゃん。だから、すーげー、今もう気合い入れてるからね、これに向けて。まあ、ランクマと並行してどれだけやれるかっていう感じはあるけど、どっちもできればやっていきたいかな。ただ配信とかはこっち割とやりたいのと、多分、そう、まあ、何回も言ってて悪いけど、派遣ゲーになるから、このゲームの出始めでガッていければ、相当いいノリになると思うんだよね。で、使えるポケモンとかもね、何体か紹介されてたんだけど、まあ、ピカチュウ、エースバーン、月光が、ファイアロ、ルカリオとか、その辺のまあ結構その人気ポケモンとか、リザードンとかね、ポケモンの看板的な感じのポケモンがいたり、まあ僕が一番おって思ったところでいくと、まあやっぱりゲンガーかな。僕ゲンガー好きなんだよね、ポケモン。一番好きなポケモン何って言われたら多分ゲンガーで、ゲンガーもおそらく多分ピックできるキャラクターの一つだと思うんだよね、ノリ的には。で、あと、これびっくりしたけど、ヤドランがいたね。ヤドランは僕大好きだからね。まあ、結構そんな感じで、なんて言うんだろう。そのだからポケモンっていうさ、キャラクター性がある以上、まあやっぱ好きなポケモン使ってみたいとかね。まあ、その、剣立ての時と同じで内定してないから、みたいなとこあると思うけど、まあそのゲームの方向性として、まあ基本プレイ無料で、要はそのね、総乗りの感じでやっていく以上、まあ順次多分追加されてくる。ただまあまあその、まあこれ商売だからね。まあ人気のあるポケモンっていうか、こいつ出した方がみんなやってくれるんじゃないかな、みたいなポケモン、風に思ってるポケモンからまあ出してくるっていう感じはあると思うんだけど、ゲンガーがその入ってるの嬉しいね。ヤドラン入ると思ってなかったんだけどね。ヤドランもなんか、いたり。結構あとツイッター見た感じ、岩パレス使えんのみたいな人もいたね。岩パレスだとなんか岩石封じが、敵の動きをこう止めてたりとかして、そういう、まあ、なんて言うんだろう、ポケモンのランクマートさ、まあ、単純に追加効果とか技の威力とかだけなんだけど、まあ、その動きがあるって言えばいいのかな。以上、まあそういう、こう技の名前らしい感じの効果があったりして、すごくね、面白そうだなっていう感じですね。ヤドランとか使いたいね。なんか、普段ね、僕の動画見てる人はまあ知ってると思うんだけど、僕、ポケモンソードシールドのシングルランクマッチで、純正受けループとか、受けループ、受けサイクルみたいな感じのノリのを、まあ、好んで使っていて、で、竜王戦ルールがね、あった時に僕、ヤドランは構築に入れてて、レート2100を取ったことがあったんで、まあ、ヤドラン、そういう感じで、まあ、もともと別に普通ぐらいだったんだけど、後から、好きになったみたいなポケモン結構いるから、そういうのも使いたいよね。ラッキーハピナスとか出てくんないかな。でもどっちかっていうと、ああ、そうで、このゲーム、そのロールと同じだから、モブがいて、そいつを倒して経験値を稼ぐみたいなノリがあるんだけど、なんかその、モブのさ、ボーナスワークみたいな感じで、ラッキーとかハピナス出てきそうだなとか思ってるけど、まあ気になる人は、ロールの動画とか見てもいいんじゃない？配信とかいっぱいあるから、まあ、僕誰が面白いか知らないけど、ロールは全然、
ちょっと、実はね、ロール、話が2点3点縛りんだけど、ロールは、ちょっとだけやったことあって、てかまあ僕が言い出しっぺで、まあゲームしてる友達にね、ロール一緒にやろうよ、つって誘って、5人、6人ぐらい集めて、まあ5人ぐらいで最初やってたんだけど、あまりにも僕だけ才能がなくて、なんか、周りのみんなはね、ちゃんと上手くなってくるんだよ。やってるから。僕だけなんか、ダメじゃねえみたいな感じになって、僕だけね、フェードアウトしちゃって、リーダーシップの僕を除いたメンバーでね、最近、みんな結構なんか、ロールやったりしてて、僕は取り残されちゃったんですけど、そういう意味だとさ、ロール、練習するべきなのかな。まあでも、ロール、あ、そのリーグオブレジェンドってパソコンでやるゲームなんだよね。ただ、これは任天堂スイッチかスマートフォンだから、でも PC 版とか出るんかな ?PC 版、まあ現状その話はないから、僕は任天堂スイッチでやろうかなと思ってるけど、PC 版とか出ても、ワンチャン、テンセントゲームズだからね、ワンチャン出すかもしんないけど、ゲーフリが待ったをかけそうな気もしてて、そこら辺はわかんないですね。またそんな感じで、結構、あ、そう、公式のトレーラー見ると、なんか、その、自分のね、キャラクターとしてピックできそうなポケモンが、いくつか出てたりするから、すごい楽しみになるんじゃないかな。今から、ね、どれ使おうかなとか、考えるのもね、楽しみですよね。僕はまあ、まずゲンガー使ってみたいね。あと、今までね、てか、エースバーンは、僕の宿敵だからね、エースバーン使うのはどうかと思ってるけど、まあ、なんか、ファイアローが飛行タイプだから、移動がちょっとなんか強いみたいな、そういうのがあったりして、なかなか、あとピカチュウはちゃんとね、いるんで、EV とかも出るんかな、これから。まあ、キャラクター的には出そうで、出ても全然おかしくなさそうだけどね。まあまあ、ちょっとそんな感じでね、非常に楽しみなニュースというか、そういうのがありましたねっていう話と、まあ、これはガチで派遣ゲーになるから、まあ、動画投稿とかやってる人は多分これは、ポケモン関連以外の人も絶対ここに参入してくるし、まあ、元々、そういう意味だと元々ポケモンやってる人は多分、強いよね。元々シェアが少なからずちょっとあって、っていう意味だとやっぱり強いのと、まあ、ね、そういう感じで YouTube でポケモンが盛り上がって、そこからさらに、まあ、剣盾とか、次のダイパリメイクで、こう、ポケモンユナイトがなかった時よりも、あったおかげで、やっぱ盛り上がってね、みたいなノリがあるとね、嬉しいかなって思ってますね。まあ、そんな感じの話でした。ということで、じいじお疲れ様でした。来月ね、ポケモンユナイトでお会いしましょう。バイバーイ。